焼山寺堂は、徳島県吉野川市にある、四国八十八箇所霊場第十一番札所、藤井寺と明財郡上山町にある、第十二番札所、焼山寺を結ぶ、遍路堂である。焼山寺小江とも呼ばれる。純内の歩き遍路が最初に体験する難所となっている。藤井寺川入口焼山寺道は、 標高40メートルの藤井寺から標高700メートルの焼山寺に至る全長12.9キロメートルの歩道である。変路転がしと呼ばれる急峻な上りや下りが6カ所ある。藤井寺からの焼山寺道入口には、見客5時間、平均6時間、弱足8時間の所要時間の目安が書かれた標識がある。藤井寺川から行くと、長戸案。 柳水庵、常連庵という3カ所の仏道を経由し秋山寺に至る。藤井寺奥の院を過ぎると、最初の辺路転がしを登る。登り切った、標高225メートル地点に、葉山休憩所がある。途中、水大師という湧き水があり、藤井寺より3.2キロメートル行くと、標高440メートルの長戸庵に至る。長戸庵を出て、 標高540メートル地点を経由し少し下ると、長戸湾から3.4キロメートル地点に、標高500メートルの柳水湾がある。柳水湾から県道245号を横切り4カ所目の、辺路転がしを通り流水湾より2.2キロメートルの、距離に焼山寺道最高地点、標高745メートルの常連湾がある。 常連案より標高400メートルの左右内まで5カ所目の辺路転がしを降り、最後の辺路転がしを登って、常連案より距離4.1キロメートルで標高700メートルの焼け山寺に到着する。なお、焼け山寺境内から13番第二寺へ向かう辺路道は、市の宮道と名称が変わり、両方の辺路道の内焼山寺山中の約4.2キロメートルが、 国の史跡に指定されている。焼山寺道の途中には、長戸庵、柳水庵、常連庵という3カ所の仏堂がある。長戸庵は、藤井寺より3.2キロメートルの地点にある仏堂である。標高は440メートル。本尊は、工房大師。空海が、焼山寺に行く途中で最初に休憩した場所と伝えられている。 空海が休憩していると足を痛めた老人が通りかかった。空海は老人に火事を施すと足の痛みが消えた。そこで老人は、仏堂を建て、工房大師の尊像を祀り、修行山町古大師堂と名付けたと言われる。長戸案の名は、一息出るのに、ちょうど安外置き場所であるということに由来する。吉野川市鴨島町。 飯尾の持ち福寺に所属し、かつてはよう守るが居住していた。柳水庵は、藤井寺より 6.6km の地点にある、仏道である。標高は 500m。本尊は、工房大師で、空海自らが、自身の像を刻んで収めたと伝えられている。空海がこの地で休息した際に水を求めた。しかし、 水がなかったので柳の枝に火事を施して掘ったところ、水が湧き出したと言われる。現在も、柳の水と呼ばれる湧水がある。平成13年まで暗種が居住しており、宿泊も可能であったが、現在は、無重となっている。伊予の直下に、地元有志によって建てられた、無料休憩所があり、簡易宿泊も可能である。常連暗は、 富士井寺より8 8キロメートルの地点にある、仏道である。焼山寺道では最も高い標高7 4 5ルに、位置する。本尊は、阿弥陀如来。詳しくは、一夜戸山城蓮安と合する。徳島県指定天然記念物の、左右内の一本杉があり、一本杉庵とも呼ばれる。空海が、焼山寺に向かう途中。 ここで木の根を枕に仮眠した。その時、夢の中に阿弥陀如来が出現したので、存像を刻み安置したことに由来すると伝えられている。この際に杉を植え、大木、左右内の一本杉となったと言われる。常連庵の杉の下にある、工房大師の銅像は42段の石段とともに、大正15年京都市の河内育太郎が建てたもので、ある。ありがとうございます。